9人目、東山の理紀之、その変化のない髪の毛がおかしいと世間で疑問に感じている人が多く、カツラではと噂されています。いつもの東山の理紀之さんの髪型があまりにもふさふさすぎ、いつも同じ髪型をしているというところから、東山の理紀之さんのカツラ疑惑が出てきたのです。さらに、髪型自体がなんとなくカツラっぽいという意見もあります。2017年に出演したドラマ、刑事7人。 でも桂疑惑が浮上しています。パーマのボリュームのある髪型が特徴ですが地毛にしてはボリュームがありすぎるとかドラマの中では若い時よりも毛が多くなっているようにも見えこのふさふさ感に視聴者が疑問に思ったということですネットではすっかり「カツラ疑惑」が蔓延しているようです確かに東山の紀之さんはいつも同じ髪型をしていますがきちんと髪型が決まっていて素敵です